トランプ前アメリカ大統領が5日夜、ノースカロライナ州で開催された共和党の集会で、複数のテーマについて長い演説を行いました。今回のイベントは、トランプ氏が1月にホワイトハウスを離れて以来、初めて公の場で姿を見せました。演説の中で、同氏は世界各地で命や財産に壊滅的な被害を与えている。 新型コロナウイルスのパンデミックについて中国共産党に責任を負わせるよう呼びかけましたトランプ氏は演説の中で共産主義中国・中共を繰り返し直接名指ししていましたこれは彼の公の演説ではまれですこれまでは中共政権を中国と呼んでいたがこのようにはっきりと表現したのは今回が初めてであり中国を支配する中央権力機構である 中共を直接非難しました、またより良いアメリカと世界を築くためには、中共に立ち向かわなければならないと述べました。昨年、中国は、私がチャイナウイルスと呼ぶウイルスで、アメリカに推定16兆ドルの経済的損害を与え、数十万アメリカ人の命を奪った。世界で何が起きているかを見てください。我々だけではなく、これは世界的でもある。さらに アメリカと全世界が声を揃えて、具体的な行動を起こして、中共の責任を追及することを呼びかけました。現在、ようやくアメリカと世界が、中共に賠償金を要求し、責任を取ってもらう時が来た。我々は、中共に代償を支払ってもらうよう、声を揃えて宣言すべきだ。彼らは賠償金を支払わなければならない。 トランプ氏はアメリカは中国製のすべての商品に対して100%の関税を段階的に課すため直ちに措置を講じるべきだと主張しました全世界が一致して中共をボイコットする重要性を強調しました中国だけではなく他の国々にも言っているのだなぜなら中国は他の国を経由して販売することを知っているからだ彼らはとても狡猾だ